こんにちは。みんな恥ずかしがり屋さんかな。自己紹介します。皆さんにハッピーオーラをお届けします。太陽のように明るく、ひまわりのように元気もちさん。高校1年生、15歳のなゆみです。よろしくお願いします。はい、みなゆみ。可愛い声が聞こえたね、今。はい、今日はね、ちょっとね、2度目のソロになるんですけれども、はい、あのね、みんなも2部なのでね、みんな、楽しむ準備できてますか？はい、はい。ありがとう。みんな2部もいっぱい楽しんでいってください。では次の曲、いきたいと思います。夏っぽい曲をね、2回歌え、3曲も、全部夏っぽい曲や、そういや。そういや、全部夏っぽい曲やけど、2曲続けて歌わせていただきます。聴いてください。
のね、見てください、この衣装。可愛いでしょ。あいみね、実はね、一回着たことあるんだけど、めっちゃ可愛くてお気に入りになった、この、ちょっとチャイナっぽい服です。どうですか？可愛い。ありがとう。今日はね、ママの渾身の技術でね、なんかね、めっちゃ上にね、ポニーテールね、してくれたんですよ。そう、ポニーテールしてくれたから、もうね、全力で踊っても大丈夫なんで、みんな最後まで盛り上がっていってください。では、最後の曲はですね、夏も夏の曲です。聴いてください。泣き打ち。
どんな気がしてた。叶えることだけ黙って。